ライトが落ちてくる。こんばんわんわんわん。髪がなんかいつもと違うかな。ちょっと見てみますね。なのでスマホが使えます。今日パソコンでやってるので。そう、派手な服です。パソコンから前髪がね、あのあれですね、あの伸びすぎてでもないか、伸びちゃってて、だからそう、今なんかちょっと違う風に見えるかもしれない。そう、ケイティケンジさん、ハートありがとう。そうだそうだ、ギフトも見えるようにしないとだ。あれ、どこギフト。こんばんは。ギフトどこで見れるんだこれ。ちょっと待ってよ、ブラウザで見よう。ギフト、あ、これで見れる、スマホから。おつみほです、こんばんは。よいしょ。前髪がね、雨の湿気でね、そして前髪がめっちゃ伸びてて、もうよくわかんない感じになってます。ちゃちゃちゃーん。これ私も画面の真ん中にいるかな。確認確認。あれ、動かない、配信の私が。ちゅ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 。こんばんは、ちょっとお待ちくださいませ。間違えた。これか、これ、この画面ちゃんと映っとるかな。あれ、真っ暗。チュ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 。前髪の感じ好き、ありがとう。これどうやって、難しいね、やっぱパソコン。ツールボックス入れたらギフト見れる、見たい。ツールボックスってなんだ。ツールボックス、パソコン。ブブブ。でもとりあえずブラウザから。エビちゃん、短冊ありがとう。海賊タックもありがとう。クマネパパさんもありがとう。お昼寝してない。でもなんかさっきめっちゃうとうと仕掛けたんですけど。大丈夫です。みほちゃんと話せる機会がなくなる悲しみ、ほんとそれなんよ。ほんとにほんとに、もう終わっちゃってから。五次元のレッツさん、短冊ありがとう。大地さん、ハートありがとう。マサさんも短冊ありがとう。ポニ太郎さん、かわいい、ありがとう。いつもと違う感じに見えますか。私もなんかね、画面で見るとなんか反転して見えて難しいんですけど、ちょっとだけやっぱ立ち並べたいなと思いまして。iPad でもね、いいんやけど。これ、そう、表示されないギフト。そうね。この間ギフト見れたんだけど、どこで見たんだっけ、私。どこで見たんだっけ、ちょっと待ってよ。見てみる。あ、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 ギフトログ。どれ、これ、これ、これ、あ、これだ。あった、あった、あった。あった、あった、あった。よいしょ。よいしょ。難しい、難しい。よし。ギフトログで表示でした。オレリーさん、短冊ありがとう。ザ・ピーマンさん、短冊ありがとう。デザイザートさんも短冊ありがとう。カンちゃんもありがとう。
レグルスさんもありがとう。アキさんもありがとう。ザ・ピーマンさん、かわいい、ありがとう。カピバラミキアさん、かわいい、ありがとう。そう、おしゃべりはしたいんですけど、七並べしたいなと思いまして、よいしょ、よしよし。広瀬さんも短冊ありがとう。のんのんさんもありがとう。おりりーさんもありがとう。ちょっと暗いですね。この部屋が暗いから仕方ないんかな。これ明るくしたら明るすぎん、顔が。大丈夫か。チュッチュッチュッチュルー。七並べね、38分22秒やろうかなって思っています。そう。ゆきりかとの熱い戦い。そう、でもゆきりかとめっちゃ対戦する。ゆきりか、お、サーポンハートありがとう。でもゆきりかショールームイベントもあるけん、なんか、迷ってたけど。え、さっき一瞬サラピ押しにしてた。なんで知ってんの？よく気づくね。すごい。してました。してました。なんか私のポイントやばいと思って、なんか高すぎて今、なんかどうしようと思って、一旦なんかちょっと一旦他の子入れてみるかって入れてみた。けどまた戻しました。よいしょ。ちゃっちゃーちゃんちゃん。普通にやってて湯切りか当たる。そうなんですよね。すごいよね。なんか私なんかね、なんだっけ、ロマンスみたいなのゲットしました、ゆきりかの。すごくない？ゲットゲット、ふふ。ちょっと今月はね、七並べしながらの配信になるんですけど、ご了承ください。おしゃべりはします。二つの物事をこなせる人になりますね。昼間みほりんと偶然対戦できね、そう、私もめっちゃ、並べてるから、めっちゃファンの方とたまたま会えてめっちゃ嬉しいです。さっきもね、夕飯後もね、めっちゃ当たって、そうそう。もう先月の上位のポイント抜かれる。やばい。すごくない？一人でめっちゃ。今日はソラハさんと2回も、おー、すごい！でもソラハさんもめっちゃ当たる。やっぱプレイ回数ランキングが上位のメンバーが当たりますね。そらそうか。前髪ちゃん。もう今日前髪が終わってるんですけど、もうこのままいきます。ヒロさんさん、ハート、ありがとう。あ、私だったら出すの。危ない、危ない。ずっずっずー。追いつくのは無理。わからんよ。まだ7月2日やけんわからんよ。わからんけど、とりあえずそう、あのね、そう、ダブルスコアなんよ、2位の方の。ちょっとね。待って、パソコンの今画面をこうやってしちゃった。違うわ。マウスの、これでやらないと。よいしょ。みほちゃんを差し置いてお肉。え、でも実は私も今日、あの、焼肉とかじゃないんだけど、お肉食べました。今日はね、めちゃくちゃ早い夕飯を多分4時ぐらいに食べました。お話し会終わって、そのままちょっと食べ行こうってことで、まあ、また一緒にね。そう、なんか美味しい、なんかおしゃんなとこに行ったので、これはメールかブログか迷ってるから、ちょっとまだ送らないでおいてあります。で、次は41分22秒にしますね。すごい、ここアホギャンだけでも抑えればよかった。なんかすごい寝起きの人みたいな髪になってる。ボッサボサだったけど大丈夫かな、これ。そう、映えなご飯です。そう。めっちゃなんか、なんていう、ガレットみたいな系統の感じ。キッシュとか、そういう系統の。あ、あとちょっとだ。大変ありがとうございました。ありがとう。ちょっとね、喋りながらだったんで、ゆっくり。出しちゃったのでつまんのですが、そうそう、ありがとうございます。ロコモコはね、11時ぐらい食べてね、夕飯16時やけん、まあまあまあ、まあ、ちょっと空いとんやけど、でもあんまお腹空いてなかったけん、夕飯をそんなにいっぱい食べずに済んだって感じですね。で、前髪が今本当に長いね。目にかかりそうってか、か
買ってない？すごい、もうめっちゃ伸びた。切ろうっと。もうそろそろ切りに行かないと。いけない、いけない。トゥトゥトゥ。お、なんかリコチから LINE 来た。そう、今日なんか、このパソコン、結構充電持つかなって思ったんだけど、まあ 85%、まあいけるか。と、スマホをやったら、メールももしかしたら送れるなと思って、そう、だからね、スマホでやろうと思った、室並べを。てなわけで、今日は、パソコンからの配信です。今日いつもより顔細い。嘘、ありがとう。そんな。前髪なんかこうなっとるけん、なんかそう見えるんかな。パソコンやとそうなるんかな。やったね。あー、どうしようかな。ヒロさんさん、短冊ありがとう。ありがとうございます。ナイス判断やったね。だから今、ミポメールを送信することができるんですよ。すごくないですか？え、ありがとう。ごへいもちさん、ありがとう。あ、これは損得？なんか、あんまり画面を見てなかったんだが。好き流れない米でした。好き。今日もめっちゃね、みんな、最後だからね、ほんと、もう終わっちゃうね、みたいな感じで、もうほんと好きだよって終わった。めっちゃ悲しい。もう終わっちゃった。お話し会。どうしよう。どうもできないんだけど。どうもできないけど。キラキラさん、ありがとう。こちらこそありがとう。アクハート、ありがとう。ありがとうございます。チャッチャラン、チャラン。動いてる私が見える。次は44分22秒にしますね。のんのんさん、短冊ありがとう。えみちゃんも短冊ありがとう。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃん。あと10秒後。マイクつないでない。マイク持ってないんですよ。パソコンにつなげるマイク。なのでもう、まだ諦め中。ちょっと買うまではちょっとなと思って。マイク買うんだったら、もう一個、なんか昔の iPhone を買おうかなって思って。昔の iPhone を探し中ですね。 SE とか8とかぐらいの iPhone を。あほー、一歩二歩二歩ね。そう、直接お話し会当たってほしい。マジ本当に、なんか当選願うみたいな会話もめっちゃした。今日本当に当たってほ、全員に当たってほしい気持ちなんだけどね、こちらからすると。んだけど現実はそういうことにはいかないので、誰が当たるかね、ドキドキ。あ、間に合わなかった、ごめんね。一足先に行きました、まあ、いっぱい並べるんで私が。なのでその中の数回当たれたらいいなぐらいの気持ちでどうぞ。ニホリンからの好き。じゃじゃじゃーん、じゃじゃーん。なんか最後なので釣ってくださいとかもあったんですけど、ちょっと釣るの苦手すぎてめっちゃめっちゃ変な感じになっちゃったんですけど。倍率とか1枚の会話時間、え、それな、もう1枚の時間がどれぐらいなのかもう知らないからさ、直接会えるお話し会から知りたいよね。私も知りたい。とりあえず当たる前提で予定組んだら最高。いいよ、もう気持ちが大事やから。イエスイエス。560日ありがとうございます。キリがいいね。あら。ニホニホミホ。ちゃんちゃんちゃん。チュ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 。コメントもギフトも拾ってもらう。嘘！待って、ギフトね、見切れてないよね。タメマーボーさん、短冊ありがとう。チャッチャラッチャラーン。コメントとかもね、結構ね、平均じゃないわ。全部均等に拾いたいんですけど、拾えてないみたいですね。次は、どうしよう。47分22秒間に合いますかね。タイさん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ルンルンルン。よいしょ。ちょっと
と遠ざけようか。大丈夫かな、画角。うんうん。よいしょ。あと20秒。タイさん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうです。これ、前髪さ、長いのさ、薄かったらもっといいんだろうね。前髪が。今、ちょっといいや、もう。21、22、一旦口で解くか。間に合いそう？間に合ったかな？お、私のカードが2人いる。やったね。前髪がもうね、湿気でほわん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 になってる。初見さん、こんばんは。 ST48 日記研究生の田中美穂です。やっほー。じゃーん。お豆前髪好きなさ。あ、ほんと？じゃあ、いっか、これで。ちなみに今日も扇風機をここに置いてるので、ちょっと髪がなびきます。こちら側の。うんうん。あ、そういえば、そういえば、今、日向坂さんっていう文字を見て思い出した。そうそう。さっきあの、モームスさんと AKB さんがなんか、バーサスみたいな書いてあったんですけど、それで、あの、音楽番組出てました。あ、ミュージックデイ、ミュージックデイ。そうそうそう。そこ見てました。ナナさんがフライングゲットのセンターだった。湧いた。湧いた。このポーズで湧いた。ナナさん、あんな青髪が似合う人類いるってぐらい似合いますね。本当にすごい。バーサスになってた。でも全然バーサス感なくて、別になんか交互に聞けるみたいなので楽しかった。そう、画面だけ見てた。ぜひ後で見てみてください。ちゃんとそう、後でゆっくり見てみて。めっちゃええですよ。センターが書く曲によって違うとかいうのも楽しいし。まあ、どうしよう、これ私間違えたな。もういいや。ともたんさん、短冊ありがとう。ね、めっちゃ楽しそうだった。ななさん、青髪じゃなかった？なんかめっちゃ似合っちゃった。チュ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 ー。大さん、ありがとう、ありがとうございます。次は50分22秒にやろうと思います。この写真見るとめっちゃ前髪パッツン、めっちゃ短く見える。これを見た後に今の私を見るとめっちゃ長くない？こんばんは、今日はありがとうです。ありがとう。楽しめましたか？皆さん、最後のお話し会。私に来てくれた方も、違うとこに行った方もどうでしたか？ナナさん、確かにね、髪色よく変わるから。すごいよね、ほんと。めっちゃ綺麗、髪色。なんであんな毎回似合うんだっていう。そう、あ、20、21、22、そのカードかわいい。やったー。なんかね、先月ランキングに100位以内に入った人がもらえるカードです、多分。このメイド服の時、髪型が自由だから嬉しい。あ、すごい、全員私のカードの方、ありがとう。やったねー。ルンルンルン。今日室並べガチ出てない。今からガチ入れます。一緒にやろうぜ。10時にさ、次あのランキングが更新されるから、なんかこの配信踏ん張って10時までできんかな。10時まで踏ん張ってみんなでそれを見たいけど、いやでも生きり方30回ぐらいさあったから、それが埋めれるかどうかはあれなんだ。あらま。やっぱりファミファー。じゃんじゃんじゃん。ね、このメイド服の時結構漏れてる。そうなんですよ。なんかサイドポニー意外と私漏れる髪型なんだって発見しました。ああ、この時の嬉しい。なんか着物とか浴衣とかの衣装の時は髪型なんか結構自由な感じにしてくれるんですよ。いつもは私たち巻いたりとかダメなんですけど、そうだからめっちゃ楽しい、こういう撮影の時。早々に積んだ餅。
ずんだ餅といえばアンピといえば今日アンピのお母さんと対戦しました。たまたま本物だったみたい。アンピに言ったらお母さんからも今ちょうど LINE 来たみたいな来て、すごいと思った。ちゃ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 ん、これ10時まで配信って無理かな。パソコンの充電が持たないかな。パソコンの画面暗くしよう。あ、暗、こんぐらいしか無理だ。よし。大佐ありがとうございました。続いては53分22秒にしたいと思います。あ、でも別に七並べしてもしてなくてもおしゃべりし続けるので、うん、皆さんおしゃべりしましょう一緒に。1位おめ、キルン、前髪長い。ここ端っこが邪魔。あ、いい感じ。10時まで体力どうですかね。それはどうですかね。やっぱ暗いかな、これ。上からの光すぎるのかな。あ、明るくなった。20、21、22。大さんありがとう。ありがとう。そう、アンナママと大さんもありがとうございます。なんだっけ、あの安否のスタンプを送ってきてくれた。これは本物っぽいと思って、前も一回当たったことある気がするんですよね。お、1本2本2本、だから嬉しかった。また当たれた。ちょテロップ変えようかな。でも室内でしたい。何喋ろっか。何喋ろっかって言って、じゃあこれについて話そっかって言って話す人あんまいないよね。何喋ろう。語彙力がね、なくなってる日に日に。どうしよっか。何喋ろっか。でもこれカメラ曇ってない、大丈夫これ。なんか服もないかな。オムラッコの背中で拭こうかな。そんな変わんなかった。あ、トンネル。あ、討論会みたいな。そうなんですよ。何喋ろうと。あ、そうそう、アンピ、そう、アンピビスのショールームイベント出るらしい。ゆきりかも。そうそうそう。あ、レイカちゃん畑ニキだとあんま把握できてなかったんですけど、そうそうそう、アンピチはツイートしてたでしょ。そうそう、私は今回ショールームイベント参加しないので、そう、なんかこの今言ったメンバーの中にもし一緒に推してる子がいるのであれば、頑張って皆さん一緒に応援しましょう。そうそう。お、初見さん、すごい英語。暗闇ラブザソング from ジャカルタインドネシア。 Thank you! 嬉しい、やった、嬉しい嬉しい嬉しい。暗闇 I can dancing 暗闇。ね、あんまちょっと英語ダメだな。誰か応援しようかな。お、そう、その余裕があるというか、したいなって思う方はぜひ。大体どのくらい時差あるか分かっていい。お、しかも分かってたら時計なくても一緒に合わせられるかも、ね、今ちなみに私は56分13、14、15、あ、次並べるの57分にしますね。19、20、21、22、23、24、25、26、27みたいな感じです。みたいな感じなので、自分とどんぐらい時差あるかが知れます。みほりんの笑顔いいね。スマイル師匠って思う。なんで、ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。じゃんじゃじゃん。今思ったけど、いつもより数十倍漏れてるみほりん。え、嘘、なんで？パソコンの方が漏れる？
え、もしや前髪が崩れてる方が漏れる？そんなことある？そんな感じ？ど、なんだろうな。でもこれは肌を滑らかにするみたいなモードはないんですよね。だからいつもより漏れない環境のはずなんですが、逆に漏れてるっぽいので、結果オーライというわけで。いつもより顔やっと、テレテレ、あ、テレテレとか言ってた。危ない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 、待って待って、ギリギリだ。ちょっと遅れた、ちょっと遅れた。やばばば、めっちゃ大好きよって、あら、ありがとう。今日かっこよかったですね。女の子がかっこよくしてるのとかって最高なんだよね。なんかそういう、結構女の子でかっこよくしてるファンの方、結構なんか数人いらっしゃるんですけど、本当に私のドタイプにハマってくる。みんな最高。パソコン目元がキリッと、おお、あれなのかな、ぼやけないというか、きり映るんかな。だけんあれかな、顔もなんか輪郭がなんかはっきり見える感じになってんかね。男子は完璧すぎないのが好きな傾向。なるほど。なるほど。メモメモしないと。え、でも今日お話し会でなんか、なんだろう、いつも前髪本当に完璧だよねって言ってくれて、でもレッスン後とかのなんかぐらいのがめっちゃ好きだよみたいな言ってくれた方がいた。なんかレッスン後って結構もう汗かいたりとかしてファーって感じなんですけど、なんかそれが好きって言ってくれる方がいて嬉しかった。てかパソコンの充電が今、さっきまで 85% あったのが 59% になってて、今焦ってるんですけど大丈夫これ。なんか低電力モードみたいなのあったよね。これもどこでやるんだったっけな。そう、嬉しい、めっちゃ。だからなんかたまにはなんか無造作ヘアじゃないけど、なんかそういうのもやってみていいかなって思った。初見さんこんばんは。F248 一期研究生の田中美穂です。やっほー、こんばんこんばんは。全部愛してます。あら、ありがとう。今日出れてくれる方がなんかね、多かった。最後の話し会やけんかな、やっぱ当分話せんくなってしまうけん、なのか、今日はめっちゃデレデレな方が多くて、デレデレでした、私は。自然体良きですか、ありがとう。これ充電を、あ、あった、なんか省エネルギー環境設定を開くって出てきたわ。やろ。チュッチュチュー、チュッチュチュー。ねーねーねー。可能な場合は、ちょっとわからない。なんだろう。省エネルギーモードとか、どこで？省エネルギー。ちょっとわからんなぁ。難しい。閉じよう。よし。次は、ちょっと変な分数になっちゃうな。8時2分22秒にしようかな。なんか1分ってなんか変な感じ。そうかな。そうだね。あ、充電器持ってきたらよかった。パソコンの充電器。そしたらできたね。わ、ちょっと。え、これちょっとやばいかな。大丈夫かな。やばくなったら、もしかしたら取りに行くかも。パソコンを閉じて。取りに行くかも。え、閉じたら止まっちゃうのかな、配信。充電しながら多分できます。が、忘れてしまって、お母さんにヘルプを求めるか。ちゃちゃらんちゃらん。自分はいつも通り話してしまった。いやでもそれ、それがいいよ、自然体。自然体がええ感じなんよ。ありがとうよ。10時まで持たないね、気がする。私もそんな気がするよ。ママに LINE 送ろうか。この距離で。あ、なんかリコチからの LINE も返そう。ちょっと、次8時2分やけん。よし。つつつ。
ヨリンコマはなんか印象が違う。そう、なんかね、充電切れて突然終わる配信はちょっとダメよ。今日はね、パソコンから配信してるので、そうそう、ちょっと違う感じ。宮本さん、短冊ありがとう。ゆうへいくん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。パソコンの充電器。充電器を。あ、待って、その前に。22。ちょっと遅れた。2秒ぐらい遅れたかもしれん。あ、絶対遅れた、これは。いないもん、みんなが。やらかし。チュ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 。なんなん、あ、好きな YouTuber さんの通知が来た。あ、初見さん、おつみほです。おつおつ、みほりを見てたらまた時間過ぎた。でも私も今のんきにやってたら時間過ぎそう。もうちょっと過ぎましたね、2分ぐらい。オフ。トゥ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 。こんばんは、こんばんは。好きという言葉が見つからない。それも好きでしかないね。自分には配信見ながら無理。あの、配信はなんかラジオ感覚で聞くとかにしたらいいかな。七並べの音も流れちゃうけど。いい感じかな。Nice to meet you. ぷっ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 。一歩二歩三歩。やったー、1位。次は5分22秒かな。その前に母上に LINE を送る。よし、みほりの顔見たいんだもん。ありがとう、くふきひひ。お、はじめまして、初見さん、こんばんは。ST48 2期研究生の田中美穂です。こんばんは。5分22秒にやりますよ。ヨリンの声好きすぎて、ずっと聞いてられる。あら、ありがとうございます。チャッチャラー、チャッチャラー。え、もしや、ありがとう。ありがとう。来ました。充電ができます。なった。ありがたい。あ、5分22秒間に分かった。5分22秒、ごめんなさい。ちょっと、私だけ、遅刻です。遅刻でやります。よし。チュッチュドゥー。充電器が来ました。ドアの下から来ましたので、あ、待って、でもなんか、あ、よかった、今あれが、あの、扇風機が消えたから焦った。よし、天の声さん、グッジョブすぎる、ありがたい。もうこれでもうめちゃくちゃ配信ができるよ。ドアの下に隙間があってよかったって感じです。そのさっき、そう、桜坂さんもあれ番組で撮った、うん、それでも禁止、それでもなら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 みたいなやつね。今日は縁がなさそう。いや、ある。まだまだやるから当たれますよ。次、8分22秒にできそうかなって予感がします。パッパッパパッパー。対戦できた、嬉しい、イエーイ。
私遅刻しちゃったのに、よかった。流れ星がさ、来てるのにさ、パソコンのギフトには表示されてないんだな。来てるんだよね、でも絵で。流れ星ちゃんが。お、おつみほです。おつおつおつ。みほりんちゃんのサイン届いた、それだけ触ってくれたら嬉しく。やったね、届いた。みんなもサイン届いちゃう。生写真か、生写真、サイン会の生写真届いたって言ってた。しかももう全部のサイン会のが届いとるけん、歴代のが全部揃っとる方もおって、おってなった、うん、8分22秒間に合え間に合え間に合え、いけるいける、めっちゃギリギリだわ。ちょんちょんちょん、よし間に合う。18 19 20 21 22、よし届いた。あれ届かない。九州は離島なのかな。なんだ、あららら、広島から九州って近いのに、ね、なんでやろ。じゃじゃーん、ナイスとミーチュー。横の生写真とても良き。おお、嬉しい。結構サイン会の生写真全部私的にも満足な写りで写れたので良かったです。なんかね、その頃ちょうどなんか塩分を抜いてる時期だったのかな、その撮影をした頃が。だからなんか顔がすっきりしてていい感じです。じゃじゃーん。初見さんこんばんは。ST48、日記研究生の田中美穂です。よろしくお願いします。今日はパソコンから配信なので、ちょっと音があれかもしれないんですけど。めっちゃ可愛い、ありがとう。なんだ、やぶわぶわみたいな。どこに出そう、どうしようかな。こっちにしよう。 OBS の設定いい感じ。本当？なんかこのアプリ OBS、 なんかパソコンから配信するには OBS みたいなアプリを入れて、なんかいろいろ設定してからせないかんのですよ、このショルーム。すごい最初もう全く頭の中ハテナだったんですけど、頑張ってやってみました。マイク問題は解決できてないんですけど。あー、そういうことか。キングレコーダーさんが送るから東京発送になるから、九州とかの方はちょっと遅れて、なんかそういうことだね。なるほどね。待っててください、生写真まだ届いてない方。ちょっとグロス塗ろっかな、潤いが欲しい唇に。次は12分22秒にしようかな、ちょっと遅れちゃったので。パッパッパッパー、タラタラタラ。そうだそうだ、あと何だっけ。そうだ、だから静岡割と早く届く。そうなんかもね。やったねやったね。間に合わない？次12分22秒だよ。頑張れ頑張れ頑張れ、ファイトファイト。どこだっけ、あった。
ね、思った。通常の4分間隔に戻った。思った。4分ってちょうどいいんだねって思った。パンパンパン。あと10秒。お、22。おもちー、こんばんは、おもちー。やほいほい。もう5000人の方がいらっしゃってる、ありがとう。こんばんは。土曜日いかがお過ごしでしたか？お、名前が忖度というな文字が入ってる。これ座ってたらお尻痛くなりそうな予感してきた。何か思考かな。あ、え、通信が切断されました。え、あ、つながった。なんと。狼さん、短冊ありがとうございます。ありがとう。クワトロの整理番号なかなか良かったので楽しみ。おお、そっか、あれだね、あの先行発売とかで買ってくれとったらそうなんかもね。やったね。そして今日から一般発売も始まってて、でも結構もう一般、あのピンマイカーも四国も、あ、全部ユニットなんですけど、あの一般発売のその普通の学生でもないし女性でもない方のチケットは全部売り切れてますね。ありがたい、ありがたいってなってた。ありがたいです、本当に嬉しい。なので、まああとは女性の方と学生の方の席、そのなんか専用席みたいなのはまだちょっとあると思うので、ぜひぜひ皆さん待ってます。夏も会いましょう、クアトラで。ナイスダメチョン。ちょ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 ん。これは、よいしょ。あ、いたたたた、スカートが。よいしょ。よし。ちょ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 。そう、完売早かった、嬉しい。なんか結構ピンマイカーのみんなとかで、なんか次は完売絶対させようねみたいな話してだから、嬉しい、めちゃくちゃ。次は16分22秒にしますね。ほんと4分間隔になった。久しぶり1位になれた、やったね。私も実はなんかね、トップイベントで1位なんですよね。今年は最高な夏にね、楽しみです。ツアーもあるし、そっか、クアトロもツアーの中の特別編であるし、いや嬉しいな。おつみほー、こんばんは。瀬戸海さん、短冊ありがとうございます。こんばんは皆さん。あと10秒後です。七並べ、ちなみに17 18 19 20 21。いつ見てもエモい、スマホカバーエモい。トッポギにチーズかかってます。じゃんじゃん。ユーフォリーのハピネスの方だ。ユーフォー。こっちがめっちゃ、左の前髪がめっちゃ目にかかってきて。
んばんは、こんばんは。じゃんじゃんじゃん。あ、そういえば告知するの忘れてたんですけど、あのツイッターいいね企画の企画のあの最後から2番目だっけなに私が入れてたファッションショー配信を明日しようかなって脳で考えてるんですけど、でもまだ一個も何も準備してないんですよ。でもやろうかなって思ってるんですよ。明日皆さん来れますか？やっぱこういうのは土日にした方がいいかなと思って明日しようかなと思うんです。今日と明日で迷ってたんですけど、今日はちょっとできそうなかったので明日にしようかなって思って。そう、え、画面固まってました？大丈夫かな？伝わった？そう、ショータイム。ファッションショータイム。前もね、ファッションショーやって。そう、だから準備しないとなんですけどね。初夏。初夏。初夏じゃない？もう夏？夏のファッションショー。みたいな。前は冬のファッションショーだったんでね。なので、明日夏のしようかなと思うんですけど。行きます？来てくれますか？嬉しみです。平日じゃない方がいいよね、やっぱ。あ、固まってる。なるほど、PC だと目が合う率高い。確かに。なんかちょうどいいとこにある。ファッションショー何時頃決めてないんですけど、夕方かなと思いますね。どうだろう。そのぐらい。絶対に3時よりは後ですね。ので、ハロー。ハロー。何その楽しそうな企画、やった。ちなみに次は20分22分にします。だね、みんながツイッターいいねをいっぱいしてくれたので、そう。でも最後の企画のお家で公演がちょっとね、あの投票期日まで、にできそうにいないんだよね。直接のお話し会が10、11にあるので、ちょっとね、ちょっとどうしよう、どうもできないんだけど、助けて。助けて。ずっと、そう、ファッションショー。で、普通にお家でやりますけど、お家でやるんですけど、あの、私のショールームでやるんです。ルイスさん、短冊ありがとうございます。くのけんさんも短冊ありがとうございます。ありがとう。どんどん。じゃんじゃんじゃん。あと10秒。15、16、17、18、19、20、21、20ね。それ落ち着いたとき、いいですかね、それでも。もう投票前のそういうショールームの私が作ったイベントは、それで終わりでいいかな。おうち公演はまた練習もしとかないと。いいかな。やばい、なんか今いきなり眠気が来ているけど、目をこじ開けますね。配信をやってたら寝ないはずだから、ちょっと頑張る。あ、確かにこの前のカラオケ企画、実質確かに公演ではあるね。踊ってはないけど、確かにあれにまとめられちゃってるかな、2つが。ゆきりかに当たってる。いいね、ゆきりか。私もめっちゃ対戦してる、本当に。タンブマンボーさん、短冊ありがとう。ちゃちゃちゃん。みおちゃんって七並べのうちの割合結構高め。いや、そんなことはないんですけど、ファンの方で結構もっと強い方いるんですけど、嬉しい。平均よりは上に慣れてる、最近。だな。
あ、これはなんか4位な気がする、でも。ずんだ餅してる今。こんばんは、こんばんは。ゴールデンベッドタイムまで寝る。いや、回数が勝負なんで、私はね。寝れない。頑張ります。やり続けます。これはね、ポイント、私に関してはポイントというより、もうやる回数なんでね。次は23分22秒にやります。ちょっと早まりました。一律負けない。いや、間違えないよ。全然負けてるもん、私。有利と当たらない。頑張ろう。23分22秒ね。あと20秒ぐらいですよ。ぜひ、やりましょう。ランクは64です。これはどうなのかはよくわかんないんですけど。とにかく頑張る、美穂。やったね。頑張るぞ。今まで七並べ本気でやったことあんまりなかったので、ちょっとやろうと思います。19、20、21、22。やっぱ雑誌掲載は大きい出来事。お、2回連続ではない？なんかすごい、サヤカリン押すとめっちゃ当たってる。そう、頑張るぞ。目をこじ開けて頑張るぞ。夕方に通算2回目の対戦、ありがとう。ありがとうございました。嬉しい。やると決めたら自分に切り。そう。なんか意外とね、なんか自分に負けず嫌いと言いますか。やらねばってなっちゃうので、やりますね。みほりどこ？私はね、ふうさん推しさんとね、さやかりん推しさん2人とやってます。謎に。私の推しの方どこだろう。日本ヌ版は、日本、ん？日本ヌ版、日本ヌ版は、なんかつながってる。こんばんは。中身ちゃんと対戦すると一時率下がる。私に、ま、私に、だって忖度するもん。だよ。だよ、当たった、イェーイ。やっほー。待って、ふうさんに見えた。くうかさんだった。もうメガネしてないから、くうかさんだった。髪の長さで判断しちゃった。くうかさん、おじさんでした。そうだね、ゆきりかと、そう、1位、2位を、おおってなってますね。でも、ゆきりかが、自分、ショールームイベントもあるけんって迷いよって。あいたた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 
すごい今日土曜日だからかな、いっぱい見てくれてる。こんばんは。七並べもしつつですが、おしゃべりをしていきたいと思います。皆さん一緒にしゃべりまくりましょう。次はね、でも七並べは一応26分22秒にしようかな。髪がアホ毛がすごい、結んだらよかったかな。自分は人にも自分にも優しく、いいじゃん、いい人、普通にただ優しい人だ。あと10秒が何分おき、いつも4分おきなんですけど、今配信中はちょっとね不規則な感じで並べてます。でも22秒っていうのは変えずにね。ショールームイベントも回数いっぱいやらないとだから大変ね。そうそう、お、全員私推しじゃない、やった、好きな、そう、ありがとうロブ、イエイイエイ。26分の次何分だろう、29ぐ
ぐらいの予想はしてる。いや、わからん。30かもしれん。わからん。そう、ランダムの22秒。少しでも回数を増やせるように、今はそうしてますね。ミホリ、本当にやってるってくれ、当たらん。やばい、やってるよ。うん。じゃんじゃんじゃん。あくびが出そうになった。止まった、コメントしてると押すの忘れる。でもそうだよね、なんか2個のことを同時にやるの私も苦手。2個おにょピンチ、ずんだもち、ずんだもち。お、ナイストゥーミーチュー。ミホリンとも当たるかな。当たるよ、楽しみだな。おもちこんばんは、やっほー。あ、バースト。というわけで29分22秒にやりまーす。よし。携帯が熱くなる。3回で称号変わる。お、当たりそうじゃないですか。結構ね、当たったらなんか2回連続とかいう方も何人かいらっしゃいますし。大さん、ありがとう、ありがとう。なんかさっきからめっちゃ当たってる気がするね。あと17、18、19、20、21、22。じゃん。あ、おお、2連続の方いる。わあ、この空間さん推しさんもなんか当たった気がする。昨日ぐらい。なんか本当に並べすぎて、なんか七並びをやってる全員の人に当たってるんじゃないかってぐらい。ね、自分の推しじゃない方でもめっちゃ何回も当たってる方がいる。広島との時差も考えてるのに当たらん。ね、時差ないから。時差ないけど、わーわーわー。ひほりん、こんばんは、こんばんは。ひほりん、推し。しししししし。しししし。やるぞ。うん、うん、うん。はっ、ほりほみ。ずんだもちの推し間違いだった。ずんだもち。今日、大佐ありがとうございました。ありがとう。ぜひまたまた対戦しましょう。まだ並べてるのでね。ニッポニッポニッポ。まぶたが重くなってきた。まぶた閉じても。まぶた、この微妙な時間にまぶた重くなるのやめていただきたい。あ、バーストした。あにょ。並べで、仮面推しの人のハートをつかみ掘り。なるほど。つかみ掘りできてるかな。32分22秒できるかもしれない。できますね。32分22秒。そう、ラッキーセブン7000人の方が見てくれてる。ありがとうございます。
しゃべりしながら、七並べ、七並べしながらおしゃべり。これ一旦充電器は。15、16、17、18、19、20、21、22。早く出しました。いやいや、いいですよ、全然ありがとうございます。お、あ、全員、あ、全員じゃないこれすごい、でも冠ついてる人たちすごい。おもち、こんばんは。たいさん、ありがとうございました。ありがとうございます。あくびが、うんうん、どこ出そう。前髪が伸びたな。1時間で7000人よかっぺーすやったね。1時間で7000人も視聴者さんが来るなんて。土曜日ありがとう土曜日楽しかったですか。土曜日の夜を私のショールームを見る時間に当ててくれるだなんて、ありがとう。明日も見てくれるかな。ゴールデンベッドタイムも七並べしたいと思っています。いつもはあのスマホで配信しちゃってるから、ゴールデンベッドタイムに、あ、間違えた、なんでパスした。ゴールデンベッドタイムになりながらみたいな配信ができないんですけど、今日はねあるので、メールも書けるんでね、お休みメールが、だから良いですね。ゆうりんの配信見ないとゆっくり眠れないので、ありがとう、嬉しい。次35分22秒です。いや嬉しみだよ。ちゃ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 、なんか落ちた。一度も当たったことないか、対戦、おお、ないんだ、しましょう。次は35分22秒です。2回連続見掘り押し、自分だけだった、えみんなとの時空がずれてるのかね。あと15秒ぐらい。18、19、20、22。おお、え、すごいよ。今ね、私と同じカードの人しかいない。全員私推しの方です。ありがとうございます。すごい。全員同じカード。すごい。すごい。あの先月の100位以内に入った人のもらえるカードですね。なんか分身してるもん、私が。だからアイコンも持ってるし、すごい。みんな時空ずれてなかった、うわはは、時空がみんなと合ってます。売れっ子は違う。それはノナさんなんですね。懐かしいノナさん。ね、全員同じカードすごくない？なおなお。そう、あくびが。七並べ。もう昨日と一昨日と七並べを12時までやって、朝5時に起きて七並べをするっていう。ゲームにとらわれて生活です。
でも今最初の方に差をつけていた方がいいと思うので、ちょっと最初に頑張ろう、突っ走ろうと思います。頑張るぞ。おねむ見本になってます。次はうん、うん、古いカードしか使ってない。でもさ、一押し力高いよね。古くてずっと使ってるカードとかは。でも新しいカードを育てるっていうのもいいですよ。体調は全然今のところは大丈夫なんですけど、体調症なり眠気ですね。夢でも並べるんじゃない？それなんかお話し会でも誰か言ってた。夢でも質並べしちゃうんじゃないみたいな言ってたな。次、38分22秒間に合いますか、皆さん。やりますね、私。17、18、19、20、21、22。おお、全員私のカードじゃん。すごい。あー、このトレンチ私服もいいですね。よいよい。2個、2個、2個。ちょ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 。来月燃え尽きてそう。確かに。確かに。こんなね、自分がゲームを頑張るだけで雑誌に載れるだなんて、そんなすごいことね、ないですから。ちょっと私がやればいいっていうだけだからね、やります。うん、かっこつけてあ、間に合わんかった。次何分だろうな。42ぐらいかな。22がディズニー、22、22、22、22、22、ディズニーみたいな。めちゃめちゃ可愛いです。ありがとう。キラン。ありがとうございます。嬉しい。やったね。そんな、そんな、天使、そんなに？そんなことはないね。なんか褒められすぎても、嘘だわってなる。あつみほです。こんばんは。あつ、あつ。うん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 。お、1位だ。やったね。初見です。初見さん、こんばんは。STU482期研究生の田中美穂です。やっほー。次41分も間に合うんですけど、42分22秒にしたいと思います。よいしょ。事実を言ってしまう。本当にありがとう。それは嬉しい。いや、褒められるとなんかデレデレしちゃって弱い人ですね。でも褒められて伸びる人なんですけど。テレテレ。いや、ほんとかなーってなっちゃう。そうだね、ゲームしとると時間経つの早い。それな。もう1時間10分経ってるんだよ。すごくない？早い。で、村便りが届いてめちゃくちゃ可愛いみちさんが見れてる。私は幸せ。よし。よしよし。暗いね、ここ。そんな、なんかこの画面で見たらそんな暗くないけど、これ、暗い。
そう、パソコンからの配信をスマホで見とるんだけど、暗い。あれ、画面固まってる。42分だ、あとちょっとだ。16、17、18、19、20、21、22。ミオリ、七並べ中、本当か疑い深いよ、本当かって。お、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 やっほー、やっほやっほー、チュチュチュー。やばい、座ってたらめっちゃお尻が痛くなってきた。腰が痛くなってきた。どうしよう、ちょっと下にスカートをシュッてしよう。よいしょ。そう、トッポギ消しそうなの。このなんかトッポギのデコボコ感が、この指になんかフィットするのがめっちゃ使い勝手いいんですよ、意外とおすすめです、皆さん。楽な体勢でしたらもう画面に映んなくなっちゃうかもしんない床に寝転がっちゃってちょっとね、それはね、さすがにね。トッポギマシッソよ。それなぁ。など線描けよ。トッポギがチョアヘイよ。よわからんけど。どうかな。そう、おいしいものがフィットしてます。指に。どうしようかな、どこ出そうかな。あ、ずんだ餅かも。お、対戦ありがとうございました。ありがとう、並べてくれてるとは嬉しい。ありがとうございました。次は45分22秒に行こうかなと思います。頑張れ頑張れ、ネーム系に打ち勝つぞ。頑張れ頑張れ。このちょっとふわふわの上着を床に敷こう。よいしょ。あ、45分。あとちょっとだ。18、19、20、21、22。よし。消滅扇風機。初対戦ありがとう、ありがとうございます。よかった。やっぱこれだけやってると、いろんな方に対戦できるね。いろんな方と。こんばんは、こんばんは。ほいほい。のんのんさん、なんだっけ、短冊、ありがとうございます。ありがとう。お、初見さん、いっぱい来てくれる。初見さん、こんばんは。エステファテート日記研究生の田中美穂です。こんばんはです。どんまどんま。チュ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 。あ、そう、あ、てて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 。七並べ。
しながら。よし。おつみほ、おつみほです。初見さん、こんばんは。STU48 日記研究生の田中美穂です。ただいま、STU48 の七並べというゲームをやっておりまして、ちょっとそれの中で対決というか、ランキングに乗らないとなやつがあるので、やりながら雑談中です。ぜひ一緒におしゃべりしましょう。じゃじゃん、じゃじゃん。よいしょ、お、勝てた、勝てた。次、48分22秒間に合いそうです。初対戦でした。ありがとう。やったね、やったね。なんか今日初期の頃のみほりん感ある。マジ？なんでやろ、前髪が重いけんかな。わあ。前髪ちょっと長いよね。おいちゃんこれどんなやったっけね。18、19、20、21、22。よっしゃ。前髪ちゃんが目を邪魔してくる前髪が。お、ナイストゥミチ。お、すごいすごい。もう今日ね、当たった方が3人揃ってる。すごい。ちなみにこのゲームはね、ファンの方と対戦できるんですよ。なので今対戦してます。初見さんもぜひ一緒にやってみませんか。トップイベントもダブルスコアにされた。本当に？ちょっと見てみよう、後で。やったね、やったね。あくび出そう。中にちゃんどこおるん？中にちゃん、中にちゃんはね、ここにおるんやけどね、当たらんかいね。昔の某チューブに上がってる動画の美穂に撮れてる。え、あの、22番、田中美穂ですって言ってるやつかな。そう、なんでやろう。あ、バーストしたかも。あ、バーストしちゃった。みほちゃん可愛すぎて見とれてたら22秒出すの忘れちゃった。おいおいおい。次は51分22秒。51です。51分22秒。この髪型もう一回したいな。こちら、こちら。こちら漏れてると思いませんか？すごい、ピントめっちゃ合ってるね。これもう一回したいな。大さんありがとうございました。ありがとう。こちらこそありがとうございます。やっほやっほ。ありがとう。めっちゃピントがあったけん。コインまで見えてた。コインもめっちゃ溜まったんよ。やばいよ。今18万あるんよ。もう最高よ。あ、51分になったのであとちょっとですね。そう、この髪型いいよね。なんかね、上から編み込みしてサイドに三つ編みにつなげてもらったの。いつも後ろにまとめ髪してたから横に見える方がいいかなと思って。ポン。18万大富豪すぎるよね。本当にめっちゃお金持ちを今七並べの中で。お、ここにほみほ。対戦できた、やっほー。対戦中。
料理一体さん、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうございます。まだまだ並べていきたいと思います。ちょい熱です。ちょっと強めを、あ、消しちゃったね。やばい、まぶたが、まぶた閉じて、もうやばいやばい、ほ、眼力、好きな層ありがとうね。この写真背景とも合ってて、確かにあの、あれね、着物が水色だから背景の水色と合ってるね。すごい、考えられてるんかな。すごい、当たる気がしない。いや、当たるんよ、それが。いつかは、いや、諦めない、何事も諦めないことが大事。あ、積んだ餅、私もね、ちょっと積んだ餅でも諦めない、諦めない、諦めたらそこで試合終了だからね。何も諦めちゃいけない。あ、こちら2位でフィニッシュでした。ありがとうございます。次は55分22秒にしますね。もう諦めモード、諦めないでみんな。ちょっとちょっと、初だちゃん、ありがとう。お、初だったんか、ありがとう。よし、あと1分ほどあるので休憩。ひゃー、いや、諦めたらね。田中美穂もイベント、どのイベントどれだろう。いたたた、先生ありがとう、ありがとう。先生当たりません。いや、次は当たるんだよ。55分22秒だよ、みんな。当たる当たる。なんか当たるときは結構同じ人に当たるんやけどな。55分になったよ、あとちょっとです。なんか多分15秒ぐらい閉じたら寝てしまいそう。18、19、20、21、22。ちなみに今日も朝5時からやってたんですけど、もうやばすぎて、もうまぶたが重すぎて、1回6時半ぐらいに顔を1回洗ったんですけど、まだまだ眠くて、7時ぐらいまで頑張ってでもやったんですよ。でも7時ぐらいから8時半ぐらいまでまた爆睡しちゃってました。あって起きた、やらないぞって起きました。でも夢には出てこなかった、室内だった。そう、朝寝落ちしてました。危ない危ない、みんなも気をつけてください。え、待って、この方私のカードにしてくれてるじゃん、ありがとうございます。すごい嬉しい。さっき、5時過ぎに当たった時びっくりでしたよね。でも、5時過ぎぐらいに私もびっくりしたことがあって、ユキリカとも当たったんですよ。5時過ぎに。やっぱ、ユキリカ毎月すごいな。そういう、ちゃんと起きてやってるんやと思って。すごいって思った。感動でした。朝7時におビール飲んでた。あら。あらまあ、あらまあ。昨日はもう12時。12時に終わって、もうすぐ風呂入ってすぐ寝ました。もうめっちゃテキパキ、もうお風呂をめっちゃ早く入れるようになった気がするって感じだな。次
睡眠時間ちゃんと、そうですね。でもね、やっぱね、回数がね、今、思考が停止していた。1歩、2歩、2歩。あ、これ1位かも。そんなことないかな。いや、あるわ。だね。そう、そこまでせんと、あの回数には。そう、だから湯切りかマジですごいと思う。毎月ぐらい湯切りか結構トップにいるじゃないですか。本当にすごいと思う。そろそろゴールデンベッドタイムだね。だから、次は21時0分22秒からいりますね。なのでまだみんなハートは押しちゃダメですよ。ちゃんと21時になってからやらんと、なんか、これではできませんみたいな感じでブンって消えちゃうんで、気をつけてください。今月ビフォリーとしか当たってない。すごい。やったね。でも今月で本当に前まで対戦しなかった方とかでも増えたと思う。対戦できることが。でも9時40、45ぐらいになったら OS メールの準備しだそうと。で、何の写真にしようかな、見せるの。ゆりなが結構写真撮ってくれたんですよね。なんで、いっぱいあります、写真が。イリナが撮ってくれて。こんな感じであるんですけど、どれにしよっかな。もう今日夜ご飯を食べに行った時に撮ったのもあるんだよね。どうしようかな。そう、1分間の休憩中。ね。MC タイムですね。MC タイム、ただいま。ナウでございます。そうだね、21時台他のメンバーとも当たりそうですね。みんなも多分やってると思う。ちらっとお見せするとね、ちょっと待ってよ。おしゃんなんね、お店に行ったんよ。ここでガレットというものを食べたよ。美味しかった。洒落てない？洒落とんしゃー。ガレットにチーズとキノコとくるみが入ってた。美味しかったー。ではもうそろそろ七並べのアプリを開くぐらいの準備はした方がいいかもしれません。あとちょっとでやりますよ。そう、洒落おつな夕飯を食べました。めっちゃ早い時間。お、9時になったので開けますね。では22秒に向けて。行くぞ。他のメンバーのカードでもう一人のののさんと当たるとスタンプが来る。こらこらーみたいな感じの。あったら押しちゃうかも、私も。20、21、22。さてさて、9時台。誰が当たるかな。シャレオツの夕飯を食べたのを、メールで送るかなー、どうしようかなーって。お、すごい、今日何度目ってぐらい当たってる、嬉しい。こんばんは。こんばんは、こんばんは。ガンバ、ありがとう。マリちゃんさんのお話か。あらあら。いいですね。いいなぁ。お話会まだやりたいなぁ。今日はもう午前中で終わっちゃったので寂しかったですね。雨の音？そんなのが聞こえますか？私には聞こえません。扇風機の音かな。扇風機は、あとパソコンの、パソコン充電しながらやってるからすごいなんかブーって言ってるかも。抜いたらどうなるか。変わんない。変わんないわ。パソコン鳴り続けて。ちょっと充電器熱いから抜いとこう一旦。よし。
発見法、いつも素敵。ありがとうございます。いつもってつけてくれ、ありがとう。いやいや失礼しました。全然全然なんか多かったね前回も。全然パソコンから配信してるのでね、ちょっと音質がね若干あれなんですけど、やったー、2位です。ありがとうございます。次は3分22秒にしてもいいですかね。あいで、よいしょ、間に合いそうなのでやろうと思います。よいしょ、10ベッド。やるぞ、準備。よいしょ、ほい。飲み物休憩、あ、でも飲み物一応あるんですよ。じゃん。でもあと、あ、やばい、ラベル剥がしてた。15、16、17、18、19、20、21、22。よし。おー、みんな知ってる。みんな知ってる方に当たりました。お、私よりも一押し力高い、すごい。もう4個は寝る時間に近づいてるからやばい。でもね、10時にね、回数が更新されるのでね、やっていくぞ。ふっ、あ、間に合わなかった方はぜひ次対戦しましょう。何分に行けるかな。あ、今のジョーカーもらっとけばよかった。カナピー積んだ餅、私も積んだ餅なり。ケバンと行きたいな、そう、来てほしいな、そうよ、私も。でも無理なのかね、飛燕にだ。せめてね、直接お話し会とか、ツアーも、ツアー岡山広島とかの結果ももしかしてもうすぐ出るみたいな、今日のお話し会で皆さんから聞いたのだとそういう感じっぽいですね。忖度うどんされてる、ありがたい、ありがとうございます。1位、大変ありがとうございました。一旦飲み物を飲もうかな。置いといて、ね、今のタイム、うんうん、画面外で飲もう、うん、画面外じゃなかったかな、画面外だ。次は、あ、次何分って言いましたっけ。言ったと思って6分22秒に押しますね。え、1万人ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと遅っと。19、20、21、22。すごい髪がなびいてる、扇風機の風で。やっほー、そう、水分大事。パソコンだと映像が生々しい。グロい、大丈夫、
なんか画質がすごいいいよね。6分言われた時に過ぎてた。あら、時差どんぐらいあるんかな。30秒ぐらいあるんかな。そういうことを考えないと。やばい、目が、目半開きぐらいにしようかな。下向いてるから見えない。目は、目の力をチャージしてる今。15秒ぐらいに差がある。オッケー。テレビ会議してるみたいに。なるほどね。そういう感じの画質。暗いよね、この部屋。それはね、申し訳ないよね。なんだが、これ以上明るくしたらなんか顔が、あ、大丈夫か。このぐらいでも大丈夫。ゴールデンベッドタイム、みほりと合わせずひたすら並べます。おお、ありがとうな、本当にありがとうやで。先生ありがとう、ありがとうございます。やっほいほい。そうだね、私が並べることによってポイントも増えるから、もしかするとこっちのランキングにもっていうこともあるからね。自分のカードで次は10分22にしようかな。じゃあちょっと遅らせて、よし、その間にちゃんとショールームができてるかを確認して、じゃんじゃん、あ、大丈夫だ。近いか。あ、いて。スマホ。スマホが。よし。お、ハートが来てる。ありがとう。でも見れないな。誰が見せてくれてる。ありがとう。ハート。ハートとかがパソコンで表示されんのか。つらい。つらいつらい。初見さん、はじめまして。STU48 2期研究生の田中美穂です。こんばんは。よいしょ。よいしょ、よいしょ。フィルターってなんだ？エフェクトフィルター。ブブブ、ニャンニャン、うん、あ、10分22秒超えてたとか言ったら怒る。ちょっと過ぎてた。遅刻しながら並べます。じゃ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 、ぼーっとしていたら時間過ぎてしまうね。ダメだ。ね、初見さん増えてきてくれます。てか今日が特に増えました。ありがたい。そう、七並べガチガチガチ並べるぞ。ゴーゴーレッツゴー、並べ並べ。ならでを知っていてるよ。
こっちもぼーっとしててやってない。やばいやばいやばい。あ、待って、私もうパスなかった、バーストしちゃった。おお、ピエンピエン。そう、初見さん、そう、明日も来てくれれば私のファッションショー見れます。ショータイムかも、夏のファッションショー。また前みたいにどれとデートしたいかみたいなのを投票するかな。まだ全然何も明日のこと考えてなくてやばいんです。わぁ。わぁわぁわぁ。次は、14分22秒かな。14分22秒かなと思いますので。全部やね。夏どうしよっかな。最近着てる服とかよりは着てないやつの方がいいかな。うんうんうん。リコちゃんかわいい。リコチが今日私の洋服をめっちゃ褒めてくれて、なんかいきなり今日 LINE でね、今日もミホは可愛すぎました、ミホの写真撮りたかった、可愛い来たんですよ。リコちゃんが、あ、14分になったの、皆さん準備ですね。リコちゃんめっちゃ可愛い、フルチー。こんばんは、初見さんこんばんは。 ST48 2期研究生の田中ミホです、こんばんは。やっほいほい。22! 危ない、ギリギリ22秒だった、危ない、やっほーみんな。じゃんじゃん。どれでもデートしたい。あ、どれでもデートしたいってことか。洋服、明日、どうしようかな。かわいい、お姉さん。かわいい、きれい、大人、なんかとかかな。ジャンル分けとしてはこんな感じにしようか。前髪ちゃんがまた串。よいしょ。料理何時まで七並べ、まあ、七並べ自体は多分24時ぐらいまでやるんですけど、配信の中での七並べはどうしようかな。10時ぐらいかな、までかな、一旦ですね。ファッションショー何着くらい、そうですね、あんまりレパートリーがね今ね少ないので、4着ぐらいかな。で、前は1着1着をちょっと早く着替えすぎちゃったかなって思ったりしてるので、なんか1着1着1着じゃないか、ワンセットずつ、ちょっとなんかテーマとかあったらいいかな、もっとって思って。で、まだ洋服も決めてないんで、ちょっと決めますね。やばい。まだ何も決めてない。時間過ぎるの早かったな。土日にしようって思ってたら、もう土日になってた。1位いただきます。2位でした。間違えた。2位いただきます。よりも強い、やったね。次は17分22秒いけますか。ゴーゴーです。
間に合わない。嘘、間に合わない。手順、え、お先に失礼します。ミスミお、声からだ。ナイストゥーミーチュー、イッポニホミホこんばんは、こんばんは、やっほー。あ、雑談しようとか言いながら全然おしゃべりできてなかった。なんかしゃべろう、なんしゃべろっかな、なんしゃべろっかな。ハートなくなったので、ミオリンがみ、あ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 りがとうございます。よいしょ、星ちょうだい。勝手にもらっていいよ、あげる。じゃんじゃじゃん。ああ、ファッションショーの間カラオケ BGM 確かに流しておいた方がいいよね。流しとこう、ちっちゃい音で。でもそしたらあれか、あのマイクつけて、イヤホンも一応つけとかないかな。そうだね、STU の曲とかを流しておこうかな。初見さん、おつみほー、 STU48 に危険救世の田中美穂です。こんばんは。じゃんじゃん。ゆりながコーヒー買ったらしいけど、飲み方怪しいから。ゆりなにね、え、どういうの買ったんって言ったら、なんか溶かすやつみたいな来たけど、写真送ってもらおうかな。ゆりながなんかコーヒーに挑戦してみようって言って、どれおすすめって言われたんやけど、ブラックコーヒーってあんまなんか家で豆で挽いてるから、なんか、ね、ゆりなに LINE 送ろう。てなわけで、次は20分22秒に間に合いますように。どこだっけ、ゆりな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 、あった。よしよし。晩ご飯食べてきます、いってらっしゃい。ゆったりめの晩ご飯ですね。私は早すぎるよ、晩ご飯でした。4時でした。こんばんは、こんばんは。14、15、16、17、18、19、20、21、22。よっしゃ。おー、すごい。全員私の、ま、カードの方だ。やったね。そっか、4分間隔になっちゃった。今なってるもんね、20分やから。配信見てない方でも当たれるね。わいわい。一歩二歩二歩。なんか暗い。そうなのよ、この部屋暗いんですよ。でも我慢してね。ちょっとね、ライトを強めると顔がね、光で飛んじゃうんですよね。あ、間違えた。あ、めっちゃ時間に追われるし、当たらない。ごめんね、でもいっぱいしたくてね、ちょっとね、4分間隔じゃもう耐えれん耐えれん。じゃ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 、なんか当たったらラッキーぐらいの気持ちで並べてくれればいいかな。こんなに明るくしたらあれよね、なんか顔大丈夫、光飛びしてない、これ大丈夫。照明、これでもリングライトなんですよ。だからいいはずなのだが、もう照明を歴代買いすぎて、ちょっとここにお金かけすぎなんじゃないか問題が。だから、バーストした。いい感じ。あ、本当に？意外にいけとる。お、じゃあいっか。じゃあこれでいっか。
ごめんなさい、全然、全然、みんな私のカードなんで、誰が買っても嬉しいことになる ので、ありがとうございます。ありがとう。次は23分22秒いけるかな。ありがとうございます、対戦。この部屋は光なかったら本当やばいよ。一回光消したらやばいことになるけど、見いきます。やばい、暗い。すごくない、この光の威力。すごいわ。ありがとう、電気。はじめまして。お、初見さん、こんばんは。ISTU48日記研究生の田中美穂です。こんばんは。あ、さっきよりは明るくなったね。画面、今見たら。よし、あとちょっとん。ね、そう、怖くなっちゃうの。トゥルルルルーン、トゥルルルルーンになっちゃうの。ライト消したら。だから、ライトを全開で。水に、やりますね。お、私のカードの方がいる。こんばんは。高尾炭治郎さん、アイスありがとう。竹まつるさん、短冊ありがとう。ナイスとミーチュー、イポニホミホ。イェイイェイ。ドゥ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 。カメラ撮影用の照明、何そんなのあるの？でも絶対お高いよね。ちょっと我慢しよう我慢しよう。スマホ買おうか。じゃじゃんじゃん。へえ、中身ちゃん見て1年半以上経ったけど今が一番好き。明日はもっと好きありがとう嬉しすぎること言われたわ。調子乗ってたら今質並べ間違えたわ。うん、話しかやってみて思ったけど、照明って大事。そうなんよ。意外とね、私も前まで使ってなかった時はそんな思わなかったんだけど、そう、使ってみるとすごい大切だって思いました。なんかね、ちゃんと映るようになる。よいしょ。よいしょ。お膝を。うん、どうしようかな。ブーブーブー。あ、こっちにしよう。お、これは1位きた。ありがとう。やったね。じゃじゃん。2回目ありがとう。ありがとうございます。次、26分22秒間に合いますか？やりまーす。あ、で、おやすみメールにどれを使おうか決めよう。ガイさん、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ラブでした。次も当たれるかな。10秒後。16、17、18、19、20、21、22。おー、すごい。全員知ってる。え、しかも、今日何度目ってぐらい当たってる方がおる。やっほー。イェイイェイ。みんな、ナイストゥーミチューと一本にホミホーと好きな層はめっちゃ持ってくれてる。大臣よろしくお願いしまーす。よろしくー。よろしくー。マッショーイ。愛をもっとちょうだい。
おもちー、こんばんは、おもちー、やっほー。積んだ餅は外せない。積んだ餅ね、もう置いてる。と、行きますも外せない。スタンプもっと、あと5個ぐらい追加したいんだけど、ここに。あ、私、積んだ餅だ。積んだ餅、積んだ餅、積んだ餅。こんばんは、こんばんは。あ、声枯れてきた。なんでいきなり。あ。え、忖度した？そんなことない？ 1 位だ。チェキン。やったね。次、29分22秒間に合うかな。お、ふなっちさん、短冊ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。対戦どうもです。めっちゃ当たるね。やったね。ありがとう。よいしょ。対戦ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。じゃん、よいしょ、よいしょ。お、はじめまして、シティ48日記研究生の田中美穂です。こんばんは、やっほん。あ、17 18 19 20 21 22、よいしょ。よいしょ。あ、ちょっとおむさん、おむさん、お、やっほー。え、すごい、サラピの人めっちゃ当たってるんだけど、なんで？サラピこれに合わせてる？そんなことない？こんばんは、こんばんは。今ね、七並べをめっちゃやっているのですが、まあ、おしゃべりもやりますよ。しゃべろん。よいしょ。これをこっち置いて。あ、私の番だ。ごめんなさい、ごめんなさい。よいしょ。配信バッグ、あ、配信バッグ、よし、そう、よし、ブブブブ。なかなか当たらんですか？なんかめっちゃ当たる方めっちゃ当たるけ、多分時計の感じ。時計の秒数の感じが合ってるんだろうね、その方と。どうなのか、どうなのか。いや、22秒にちゃんと押したんですけど、私推しの方もいますので。今日なんだかね。あ、やった、1位だった。やったね。じゃんじゃじゃん。次は30、一旦33分にしよう。ちょっとだけ休憩を挟み、33分22秒にしますね。よいしょ。リップを塗る。塗りすぎた。塗りすぎた。
せてみたかったけど入らないわね。全然映ってなかった。低い低いな。うん、あれ、あ、かわいい。33分になります。もうすぐです。よいしょ、よし、33分になった。あとちょっとだ。14、15、16、17、18、19、20。よっしゃ、ランキング11位に上がりました。ありがとう、みんな、みんながやってくれてるからですね。出すねってなってた。すごい、ありがとう。メンバーランキング11位とか多分なったことないです。ありがとう。すごい。ありがとうございます。お、初見さんこんばんは。アイスティー48日記研究生の田中美穂です。こんばんは。2回目対戦ありがとうございます。ありがとう、とっとっとっと。私も回数頑張るんですけど、良ければ7位までに入れたらいいけどって感じですね。よいしょ。おお、なるほど、岡田奈々さん。ありがたい。ありがとう、みんな。よいしょ。じゃらん、じゃん。これの後、次1回ぐらいしたら、おやすみメール書き始めようかな。と思います。すごい、扇風機の風が、もろに来る。あ、どうしよう。これ、どうしよう。あ、ツナ餅。ツナ餅だー。いほいほいほ。うん。ファースト。チャンチャララチャララチャンチャン。すごい、もう2時間も配信してる。ゲームって早いね。時間が過ぎるのが。いや、もう今はエスメール書こうかな。書きます。エスメールはね、多分ね、書いて検閲とかを通って15分後とか20分後に多分届くのでね、今のうちに書いておきましょう。大さん、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。初見さん、おつみほです。こんばんは。メールを書きます。どんな絵にしようかな。写真これ使えるかな。サイズ大きいかな。これにしようかな。しようっと。あ、流れ星がね、誰かから来ています。ありがとうございます。おやすみほ。私がメール書いてる間、ちょっと一緒に対戦はできないんですけど、やってても構わないですよ。こんばんみほ。あ、違う、内容言っちゃダメじゃん。文字からさ、文字に出し、文字を書いてると声に出しちゃう癖、やばい。右から3番目の写真。あ、でもそうかも。
よいしょ。何書こうかな。あ、そうだ、今日の出来事書こう。書いてるときめっちゃ静かになっちゃうね。その声に出せないから。やばい。あ、どうしよう。こっちの写真も載せようか。こっちの写真。クリックで何書いてるか予想すごすぎん？ちょっとこれ後ろをぼかしたいと思ったので、ちょっと画像を急いでやる。めっちゃ真面目な顔でなっちゃう。これとこれにしは何書くかな。めっちゃ長くな書いちゃった。やばい。よし、じゃよし、おやすみ。寝る。寝るっていう顔文字。よし、あ、画像のサイズが大きすぎてできんかった。どうしよう、どうしよう。このマイクロバイトとか、なんかあんま分からん。読み方合ってんのか、MB とかって。オーバーしてる。あ、オーバーしてる。まだオーバーしてる。あらー、どうしよう。画質悪くなっちゃうかも。この画像も貼りたいし、この画像も貼りたいから。画質が悪くなっちゃうわ。よいしょ。え、嘘でしょ？貼れないんだけど。え、どうしよう。つなげるか、画像たちを。メガバイト。読み方合ってない？案の定。文字数はね、制限ないんやけどね。写真のサイズが。悲しい、悲しい。ちょっと頑張って。早く七並べしたいから頑張って。私の指。頑張れ、頑張れ。どうしよう、どうしようかな。これで押したいか。
もしれん。よし、この画像でいけ、頑張れ、画像。あ、こっちにしよう。よし、アイドル側でモバメ打つところどんな画面なのか夢を持たせて見せない。よし、いけ、頑張れ、写真。よし、来たー。ちょっと画像ちっちゃいかも。でも遅れました。よかったです。というわけで次は44分22秒にやろうと思います。よーし、あ、パソコンそろそろ充電器さした。よし、よし、よし、よし。あ、倒れた。44分22秒です。倒れそう、もうこれ。よし、じゃんじゃんじゃん。あと何回かな。うん、4回か5回ぐらいかな。やります。あと10秒。17 18 19 20 21 22。すごい、めっちゃドゥルルって早い、入るのが。おお、私のクラスの方が2人やっていきます。オムさんもお眠らしいね。私もだよ。やばい、めっちゃ無言で並べちゃってた。おもち、こんばんは。おもち、おもさんお眠らしいね。もうお休みしようか。ここまで当たらないと気持ち。なんでだろうね、時計ずれてるんかね。当たる方めっちゃ当たるんだよね。中身ちゃんが寝てる間にオムラッコが七並べをしてるから眠い。なるほど、オムラッコありがとう。あと15分で10時。早い早い、すごい。10時のあの結果まで見てから終わろうかな。あー、背中が、あいたたたたたたた。そう、電波時計かなですね。イエスイエス。あら、いっぱい紙を。うんうんうん。出せろー。あ、2位だ。ございます。夜勤オムラッコさん、対戦諦めてみふちゃんのゲームしてるお顔見てます。あ、ありがとうございます。やば、手首クキってなった。みんなも気をつけて、スマホ一旦離してペアって。次は48分22かな。お、4分間隔になったね。なんかちょうどよかった。よいしょ。首もなりそう。あ、いたたた。よいしょ。体がパキパキになってる。
キャン。あと22秒だ。ああ、長時間やるならブルーライト。あ、メガネあるのに。あ、あそこにある。20、21、22。今頃メガネ登場させようか。これブルーライトもカットなんですよね。やばい、めっちゃなんかパソコンで仕事してそうな人みたいになった。ニハミハブルーになってるね、ここが。あー、玉切れですか、ハートが。私が代わりに並べときます。入った入った。こんばんは、こんばんは、やっほー。メガネみほりん、もうお家の中の私の姿だ、ね、今ナウだね。こんな感じでずっと並べてます。素の私が。おもちー、こんばんは。おもちー、ありがとうございます、今日も来てくれて。じゃん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 、なんでこの曲出てきたんだろう。じゃんじゃん、眼鏡姿もいいですか？ありがとう。嬉しみが深いよね。シャッ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 。なんかちょっと下がる気がする。あ、バースト3位でフィニッシュ。次は51分22秒いけますか。やるぞやるぞ。10時前にいっぱいやっときたい、なるべく。いきましょう。51分22秒。配信終わったらご飯食べようと思ってたので食べてないことに気づいて、やばいやばいやばい、ありがとうね。やばいよそれは、この時間まで食べてないわ。私多分死んじゃう。やばいよ、食べてね、無理しないで食べてね。13 14 15 16 17 18 19 20 21 22。直樹さん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。お、みんな私のカードじゃん、嬉しい。ありがとう。ナイトミチョー。俺も晩飯食べてない。やばいじゃん。私はね、めっちゃ早くに食べたからさ。それが胃にいるけど。やばいよ、みんな食べてね。倒れちゃうよ。メガネか。あ、危ない。メガホリン、なんか大きそう。メガ、もう私の名前はホリンになっちゃった。メガホリン、メガホリンです。どうもこんばんは。深
かみちゃんの配信見てたら倒れない。栄養出せてる私、みんな栄養素なんかある感じ。よかったよかった。あ、私だった、私の番なのに。あー、ありがとうございます。対戦嬉しい、全員私のカード。次54分22秒にやろうと思います。よし、よいしょ。エキス、エキス、ミホリンエキス、やったね。お、やった、初対戦。あ、初だったっけ。 ありがとう、対戦ありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとう。よいしょ、元気で、ありがとう。皆さん一緒に並べもしてくれてありがとうございます。あと10秒ぐらいかな。次は生きる活力になってる。そんなすごい力出せてる、ありがとう。19 20 21 22、やるぞ。おー、すごい、今日は何回当たった、すごいいっぱい当たったって方がいる。死並びをしながら倒れるのはホモです。やばい。かっけえかっけえ。すごいよ本当に。いや、私が一人メンバー特権でハートがいっぱいあるからね、もうめちゃくちゃポイントが高いだけで、多分普通に私のランキングに入ってくれてる方、今月も本当にすごいと思う。ありがとう。優等生がまさかゲーム、仕事の一環です。ハッピーオーラ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ハッピーオーラ、ラララみたいなやつ。あと1回できるかな、10時前多分と思います。対戦しましょう。メール来た？おお、早かった。いい感じ。まだ寝てないのにお休みが届いてる。あぶな、今危ない。やった、1位だ。私たちの勝ちだよ。また明日を楽しんでください。バイバイ。お、ハート復活、ラストドゥーン、いけいけ、ラストドゥーン。50、ちょっとみんなが準備するべく58分にしますね。58分22秒やりましょう。よいしょ、1読みやった、ありがとう。ルンルン。次は58分22秒にします。 Yes 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 Yes。 じゃんじゃんじゃん。そう、お休みメールでね、そう、今日の前進が送られています。ちょっとすごく、ちょっとこの洋服にはすごくびっくりな部分があるんです。見てね。お、吉平さん、すごい短冊いっぱいありがとう。ありがとうございます。やったね、やったね。最後は当たるはず。はいと。遅いか早いかなんだろうね、時差どんな感じ。39 40 41 42 43 44 45って感じの進み方です。こちらは時
さはどんな感じ？全身写真ユリナに撮ってもらいました。イエイイエイ。あーでもやっぱ画質落ちちゃってますね。2枚を無理やりくっつけたんで。2枚目の写真好き？ありがとう。またちょっとこれ似たの送りますね。ではラスト対戦。16、17、18、19、20、21、22、誰だろう最後は。ドドドーン。あら、なんと私のカードの人一人しか会えてなかった。カナピエンすごい、しかも名前で会話してる。今日もいい敵ですね。今日は雨でしたね。ありがとうございます。おつみほ、じゃじゃらん。また明日対戦しような、しような。え、でもこの後配信の後ももう眠気に打ち勝ちながらやるので、そちらで会いましょう。全員ミホリンカード？もしや。やったね。あ、トンネルされちゃったなぁ。どうしようかなぁ。頑張ってね、応援してるよ。ありがとう。今朝対戦ありがとうございます。もうね、何人の人と当たってるんだろうってぐらい、この3日間ぐらいでいっぱい当たってる気がする。伊達メガネじゃないです、ガチメガネです言い方合ってるんだ。ブルーライトとかドとかも入ってます。お酒飲みながらやってたらいい感じ。そうなのか、大人の方はそういう楽しみ方もあるのね。いいな、私も早く大人になってみたいな。大人になれますけど。ずずず、お、いい感じ。あ、忖度うどんしてるの？やったー、1位で終わりました。フィニッシュ。こんばんちゃ、こんばんちゃ。やっほー。1位で終わった。というわけで、キング見てみよう。こんばんは、初見さん、こんばんは。みよ。え？あれ？あら！全然やばい。全然やばい。全然やばい。てか私と生きり方け回数桁違いすぎんか。こんな感じです。全然やばい。頑張ろう。強すぎる、すごい。え、ちょっともうこの間にもやらないと死並べで狂う人の図みたいな。まあでもそろそろこっちはランキングを読みますかね。なのでちょっとすいません、これオートモードにさせていただいて、ちょっとスタンプだけ送らせていただいて。すごい、頑張ろう。強いね、ちょっと頑張ろうと思います。ではじゃあランキングを読みたいと思いますね。スマホの画面で読もう。そういえばランキングが、いやすごい、まだ先はない。そうだよ、そうだね。頑張ろう。ランキング、スマホの画面の見えないか、こっちで見ようと。ではよいしょ。ではランキングを読みますね。あ、22位のミホリン賞を教えていただいてもよろしいですか。わかりますか皆さん。
配信ありがとう。バイミチ食べます。いってらっしゃい。あ、ありがとう。22位はレグルスさん。13位イロセさん。よいしょ。12位は、待てよ、見えない。ルイスさん。11位海賊たっくん。10位大地あとみほり視聴推しさん。9位あっくんあと自称みほぱぱさん。8位竹まつるさん。7位くまねパパさん。6位オレリンさん。待って見えない。5位、待てよ。5位よしひらさん。4位オオカミさん。3位ふなっちゃんとなかみちゃんたましさん。2位えびちゃんとみほりん。見えない。そして1位はのんのんさんでした。ありがとうございます。お、オオカミさん短冊ありがとう。七並べ1できますように短冊への願い事。では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 、そろそろ今日の配信をおしまいにしたいと思います。今日もお疲れ様でした。最後にじゃんけんしております。最初はグー、じゃんけんチョキー。ありがとうございました。バイ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 。